こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。さあ、本日はですね、第7節、順位の高知四万十スとぶつかります。高知四万十スどういうチームかというと、結構強いです。なのでしっかり、今回勝ちを取っていきたいと思います。これだけですね、変更するとしても。この辺が気をつけないといけない相手です。さあ、勝率はダントツ 53% ですが、決して力差がこちらが圧倒的にリードとは思っておりません。決して安心してはならないチームです。さあ、キックオフ。コーチ広瀬。さあ、夏希がしっかりキャッチ。得点を取ることを許してはなりません。さあ、ゴール前チャンス、幸子だが、こういうとこはエースストライカーのくるみなど以外にもしっかり取ってほしいものです。これは危ない、夏木ご判断。与那嶺がしつこく追います。さあ、これでアウト、流れてしまった。ファールですね、これは。さあ、幸子が蹴ります。バックパスから逆サイド、窓か。さあ、これは飛び込んできたのは、ゴールに叩き込むことができません。幸子ナイス。さあ、優奈にパス。さあ、これをセンタリングで、ね、もう松本追い止められた。さあ、逆に谷原、はい、コーチ四万十スが攻めます。坂本に渡った。さあ、ここ気をつけろ。あーっと、逆にやられた。おお、朝日が飛び込んできますが、夏木が必死の防戦です。ワンツー、窓か。これはちょっと守備が硬いんですね、とにかく。さあ、やり水から朝比奈。さあ、ここは逆サイドに揺さぶりがかけられる。前半もうラストのチャンスでしょうね。これで前半終了です。おっと、幸子早くも疲れているぞ。
さあ後半です。こちらボール、こちらから蹴ることになりました。キックオフ、おー、ニオンうまく取り返しました。さあ飛び込めるか、これに自分で取りに行って強引に越えていきますが、守備が硬い。ここはおっとキアリーニに取られてしまった。さあピンチ、左に回されます。おっと、なんとペナルティキックになってしまった。どうだ、止められるか。やり水だ、止めた、ナイス、キーパーさすがです。ここはさあこれを変えていきます。窓か、さあ窓か、速攻ですね。これをミオがセンタリング、飛び込んでいけない。再び窓か、これは梅がキャッチ。ペナルティキックは本当にピンチでしたが、守り抜きましたね。さあ入ったか、当たりました。そして誰が決めたことになるんでしょうか。フラダンス踊ります。フラダンスなのかな。いやー、苦しみの末の先取点でした。ニオ、ニオですね。結果的にはキーパーをかじりまして、残り20分、2人の選手を交代、交代枠を使い切りました。さあ与那嶺、さっと谷原に越えられてしまうが、おー、ペナルティキックにはなりませんでした。さあ落ち着いていってほしいです。萌えも結構疲れてるぞ。慎重に攻めていきます。朝比奈まだ余裕がある。さあこれでバックから、ミオ、ミオ、あーと飛び込んでいけない。ゴールキックになります。残りももう1分です。さあアディショナルタイム2分。さあミオは取りまして、これで試合終了。1対0ですが勝利です。このチャンスだったんですが、幸子が決められず、逆に抜けられてしまいます。やり水危なかった。先制したのはフランカリバーズです。ミオがこれをキーパーが弾みまして、ゴールへ。これが結果的に唯一の得点、決勝点となりました。そしてそのままいくつかピンチはあったんですが、タイムアップ、勝利を奪い取りました。シュートの本数、ゴール支配率では下回ってるんですよね。またペナルティキックも取られております。ただそれをうまくキーパーが防いだっていうのが強かったです。首位を守っておりますエルガード欧州が同じ勝ち点2で続いております。いっぱいはすごいですね。オファーです。
ハマってますね、シルク勢。S が3つ揃っている選手は多いんですが、今日疲れが目立つ。これどこまで選手が本気に出てくるかというのがポイントになりそうです。一方我々の選手データを見ると、萌がちょっと疲れてる以外はほぼベストメンバーということですね。スタメンを変えまして、次回はこちらのスタメンで出ることになるかと思われます。引き続き2位までを通過を目指して、できれば優勝を目指して勝ち続けていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。応援といえばチャンネル登録ぜひお願いいたします。あと50人ほどで1000人達成いたします。ぜひご協力をよろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。ツイッターに関してはですね、ゲーム動画で講座やっております。ゲーム実況ライブ配信、こちらのお知らせも行いますので、ぜひフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で講座でした。